こんにちは、イムランです。今日は僕のオンラインレッスン、Final Answer Online のご案内をさせていただければと思います。6月1日より英語をずっと勉強してるんだけど、伸び悩んでいる方のためのオンライン学習プログラムをスタートします。このプログラムでは、ワンランク上のインプットをしていただきます。ワンランク上のインプットとは何かというと、端的に言うと、ネイティブが実際によく使っている英単語や英語表現です。まあそういった 英語、英語本とか動画レッスンとかで学んでいるという方も多いと思うんですけれども、実は英語本とか多くの動画レッスンというのは初心者向けのものが多いんですね。なのでそういったもので何度繰り返し勉強しても結局初心者の息を出ることがなくなってしまうんですよ。習っているものは全部初心者向けのものなので。で、初心者の息も別に 全く悪くないんですよ。それはそれでいいんですけども、まあ初心者なんで、当然その初心者が習うべきものを習うべきですよね。なので全く問題ないんですけども、そ、そろそろレベルを1個上げたいなと感じている方は、やっぱりその初心者用の内容ではなくて、ワンランク上のネイティブが実際に使っている英語を学ぶということが重要になってきます。そこでこのプログラムでは、いろいろな方向から、 三つの方法でワンランク上の英語を学んでいただきます。一つ目。僕のリアルタイムと録画視聴可能なオンラインレッスンを受けていただきます。これ毎回まあオンラインでやるんですけども、僕が毎回違うテーマでワンランク上の英語表現を使いながらいろいろとお話をしていきます。毎回テーマ違います。で その中でそのテーマで出てきたその表現とか英単語とかを覚えていただくというような流れになってますそして二つ目の方法は僕のリアル英語日記動画でワンランク上の英語表現を身につけていただきます僕の以前出した英語日記の本で僕のところを見ていただくとわかるんですけどもいつも僕は動画でお教えしているような表現よりもちょっと難しめの言い方だとか 表現の仕方とか単語とかを実は使っていたんですね。で、いつも動画でやっている内容はまあちょっとトーンダウンして初心者の方でも受け入れやすいようにアレンジしてました。でも僕のリアル英語日記あの前に発売した本の中の僕のパートは結構いつもと違ってなんかちょっと小難しい風に書いてるなって思った方多いと思うんですけどもあれが実際の使っている英語だからです。 なので、今回のこのプログラムでは僕の英語日記はワンランク上の、まあワンランク上っていうか普通に僕らがよく使っている表現の仕方とか単語を使っております。そして3つ目、外国人の友人、僕の友人とのオンライントークセッションをご覧いただいて生のネイティブ同士のトークからワンランク上の英語表現を学んでいただきます。このように様々な角度からワンランク上の英語表現、 英単語を学んでいただければと思います。詳細はここか概要欄とコメント欄のリンクから進んでいただければご覧いただけます。それではお申し込みお待ちしております。バイ